中継もない話し合いの様子を後でアーカイブで見ることもできないというような本当に秘密会議のような地域別の協議会です。議事録はホームページに載っていますが、とても長いものなのでほとんど見る方はいないと思います。しかし校長先生や PTA の方、また地域の方、その統廃合反対されています。今年は、数日前に1回やったんですけれども、次は3月ということで、先日が4回目でしたね、地域別協議会は。まあ、いくら反対しても話を振り出しに戻されて、統廃合のことを話し合わなければいけない、地域の方は一生懸命ですね、これは人口減少が問題なのだから定住者を増やすべきだ、そういった施策を横須賀市が打ち出すべきだというふうに話を意見を提案しているんですけれども、なかなかその話が熟していかないで、また統廃合の問題を差し戻されるということが続いています。毎回そちら委員の皆さんはそれにめげずに毎回同じように意見をして、そしてまた新たな意見を事務局に提案しているところです。この前出た走り水小学校の保護者の方は、もし走り水小学校がなくなれば子どもの友達の学校が分かれる、低学年の子どもは遠いところに放課後遊びに行けないので、近くの子ども、同じ学校の子どもとしか遊ぶのはできなくなる、そういった問題があると言っていました。これは教育としてどうなんだろうと。そういった中で子どもたちの絆、コミュニティが壊されてしまうといった、まあ、切実な具体的な意見が出て、私もすごく納得したんですけれども、この学校統廃合の問題、ぜひ関心持っていただきたいと思います。今走り水小学校統廃合されようとしています。こんばんは。とことん前向き中井美和子、2人の子どもの母親です。浦賀駅ご利用の皆さん、こんばんは。今走り水小学校、学校がなくなろうとしています。統廃合の問題、継続して横須賀市が話し合いを地域の方としています。学校の校長先生、保護者の方、地域の役員の方が参加して学校統廃合の問題話し合われています。少人数の審議会、協議会で話し合われています。そして事務局が地域の方に意見を聞いて、教育委員会が決定する、そういった手続きになっています。今地域別の協議会4回目、先日走り水守りの地域別協議会がありました。学校の校長先生と PTA 保護者の方が話し合いをして、走り水小学校の保護者の方も一生懸命意見言われました。今まで横須賀市が行ってきた学校統廃合の問題は、学校統廃合の進め方は非常に良くないと言われています。そして話し合いの過程も中継されることもなく、ホームページに掲載されるだけです。議事録が掲載されるだけです。また地域別協議会の委員の方の発言の議事録には名前が載らないということもあり、どういう
誰が何を言ったのかということが隠されてしまっています。これは委員の方に、課題の責任を負わせないようにする横須賀市の配慮とも言えますけれども、無責任な発言をしても誰が話したのかわからないということにもなります。審議会や協議会のメンバーに選ばれたからにはですね、責任を持って発言していただかないと困りますので、これは私は名前を書くべきだと思います。とことん前向き中井美和子、2人の子供がいます。高校生の子供がいて子育て中の中井美和子です。今横須賀市立小中学校の学校統廃合の問題が横須賀市で浮上しています。特に今走り水小学校の学校をなくすという統廃合問題があります。学校の校長先生、地域の方、あと保護者の方、少人数でこの統廃合の問題話し合われています。横須賀市教育委員会が事務局となって話していますけれども、横須賀市の市長は統廃合ありき、走り水小学校をなくすような話でどんどん進んでいます。しかし校長先生、地域の方、保護者はほぼ大半統廃合なくなってしまうことに反対しています。しかし今4回目なんですけれども、何回意見を言っても統廃合の話に差し戻されているような状況が続いています。もし小学校がなくなってしまえば、子どもたちがいなくなれば地域自体が廃れていくというふうに地域の未来心配されています。当然のことだと思います。この統廃合の問題は学校がなくなるという問題だけではなくって、地域の将来的なビジョンを描く中で重要なことです。そういったことを特に地域の役員の方たちは心配されています。